イスラエル北部の器物、クファールマサリクインテンショナルコミュニティとは、高度な社会的中体とチームワークを持つように機として、設立された居住共同体である。一般にインテンショナルコミュニティの成員は、社会的、政治的、宗教的、または精神的ビジョンを共有し、一般社会とは異なる独自の様式の生活を送る。責任や資源を共有する場合も多い。 インテンショナルコミュニティの例としては、集合世帯、高ハウジングコミュニティ、シェアハウス、エコビレッジ、総員、サバイバリストの陰遁書、器物、アーシュラマ、住宅共同組合などがある。インテンショナルコミュニティの新規構成員は、不動産業者やその土地の所有者ではなく、既存構成員によって選ばれるのが一般的である。インテンショナルコミュニティの目的は、共同体ごとに異なる。 例としては、資源の共有、家族的な近隣関係の構築、エコロジー的に持続可能性ある様式での生活などがある。インテンショナルコミュニティは非宗教的なものもあれば、何らかのスピリチュアリティに基づいているものもある。特にスピリチュアリティに基づくコミュニティの場合、食事を集団ですることが多い。一般に平等主義的な価値観が強調される。質素な生活。 人間性の回復、自給自足などをテーマにするコミュニティもある。戦争難民、ホームレス、発達障害者など不利な境遇の人々にサービスを提供するコミュニティもある。学習施設や保健施設を運営するコミュニティもある。テネシー州ナッシュビルのコミュニティ、カスタニアのように、厚生プログラムから脱走してきた人々に安全な居所を提供するコミュニティもある。 ある地域のある層の人々が被った損害を緩和するための混合所得地区として機能するコミュニティもある。コペンハーゲンのクリスチャニアのようにミクロネーションとして機能するコミュニティもある。キリスト教に基づくインテンショナルコミュニティは最初期のキリスト教信徒たちの実践を模したいと考える人々で構成されることが多い。こうしたコミュニティの成員は使徒原行録や 山上の水群をファンとした生活を集団として実践することを目指している。インテンショナルコミュニティ協会が1995年に出版したインテンショナルコミュニティ相ン第2号によると、同相ンに掲載されているコミュニティのうち田舎に拠点を持つ者が54%、市街地に拠点を持つ者が28%、田舎と市街地の両方に拠点を持つ者が10%、 不明が8%である。正規メンバーと仮メンバーの区別を設けているインテンショナルコミュニティが多い。一般的な例としては、まずそのコミュニティに興味を持った者がコミュニティを訪れる。選抜委員会、またはコミュニティの全員で死亡者を面接する。面接に合格した死亡者は、一定期間仮メンバーとして過ごす。 仮メンバー期間が終了したところで再度コミュニティによる評価が行われ合格した場合は正規メンバーになる。仮メンバーは正規メンバーに比べて投票権や運転が制限されているのが一般的である。2005年に出版されたインテンショナルコミュニティソーラによるとインテンショナルコミュニティのガバナンスの形態として最も多いのは合意形成過程または投票を通じて 意思決定を行う民主制である。異界制、または先制を採用するインテンショナルコミュニティは9%、民主制と異界制の混合形態のインテンショナルコミュニティは11%、不明が16%である。当初特定の個人、または小集団によって指導されていたインテンショナルコミュニティがより民主的なガバナンスに移行する例も多い。ありがとうございます。